ャンネル Be Happy。 おはようございます、こんにちは、どうも。今日はこれから深見ちゃんとランチを食べに行きます。表参道に来ました。ね、ここで合ってるの出口。いっぱい出口いろんなところあったけど、本当にこれ合ってる？合ってます。私は向こうかなと思ってたのよ。大丈夫、ね、本当にビリズの前に出るところがあるはずなのよ。あ、それは違う。これやっぱり違う。ビリズの前に出るところは向こうなんで。ほら、やっぱりここじゃなかった。そこに出るやつが、私はそこだと思って行ったのに。ほとんど一緒じゃないですか。いや、違うの。この距離考えた時に。全然違くない。違うの、違うの。だって、直近で考えたら50メートルも100メートル変わってくる。大きな違い。今日何するんですか？今日は今から、さっき言ったけど、友達の深見ちゃんと、そこのビルズでランチを食べます。今日は朝仕事があって、今電車でここまで移動してきて、ランチを食べて、その後、今度は YouTube の撮影があるから。Hard schedule. Repeat after me. Hard.Hard schedule. Schedule. 何言わされてんの？何だろう。何をやってんの？大ちゃんチャンネル。ほら、声が大きいから向こうの人に見られちゃった。恥ずかしい。さっきの大ちゃんチャンネル Be Happy からそうでしたよ。何でって見てた？すげえなんかえみたいな。昔の人がいるみたいなの見られてた。見られてました。暑くない今日？なんと。なんと。すごーい。日傘があります。日傘だ。やっぱ女優として常に日傘を持ってるので。あ、違う。あ、違う。これ壊れてんじゃないの？壊れてん、ちゃんと壊れてる、壊れてる、おかしい、これが壊れてる。安物でしょ、あんたこれ。違いますよ、これ6000ぐらいした。あ、止まった。紫外線対策ですか？やっぱり日焼け止めは塗って水分補給を心がけて、こう日傘をさしてます。それ誰の傘ですか？セーラー。はい、着きました。あ、遅いセーラー館、ビルズ行ったことある？2回くらい。ああ、そうなんだ。ビルズでは何を頼むの？いつも何でしたっけ？リコッタチーズのパンケーキ。そうパンケーキ、ね、なんか有名どころを食べた記憶があります。美味しいよね。この日傘めっちゃいいね。どこで買ったの？ザショップ。へえー、これいいね。待って、ええ、えなんかさ、この後さ何食べる？またエレベーター行っちゃった。あら、ねえ、うかうかしてるからまたエレベーター行っちゃった。何してんの？やだー。なんでさ、エレベーターが来てることにさ気づかないでさ、私はこれ、こうやってこのエレベーターをこうやって見てたの。違う、ごめんなさい。どうぞ。とか、あと通訳のバイトとか、あとエレベーターガールとか。エレベーターガールとか。はい、お待たせしました。本日は東急プラザにお越しいただきまして誠にありがとうございます。当エレベーターは7階ビルズへ向かっております。おすすめの所大ちゃんチャンネル。すごい汗かいてる。ほら、ごきげんよう。ありがとうございます。飲み物だ。左側に飲み物頼んでもいいですか？あんたらお肉食べる人間やったら和牛チーズバーガー美味しいよ。私今ダイエット中だからサラダです。チキンシーザーサラダも美味しそうだね。私鶏肉食べない。でも豚肉は食べますよね。玉ねぎも入っちゃってるやつはシャーなしで食べてあげる。豚肉が主役の豚肉は台湾料理食べてますよ。彼ニラが主役。ベジタリアンというふうに自称されて、ビーガン、ベジタリアン、ベジタリアン、なんとかタリアンの深見さんが先日食事を召し上がっていたシーンがこちらです。深見さん、何食べてるの？ニラ。ほとんどニラ。いや、あれはほとんどお肉だった。ほとんどニラ。半分お肉だった。それたまにはそんな にはね、自分で決めてるから、みんなに共有もしてないで、ちょっと勝手に聞かせてって。それがでも気持ちはいつもペスカプリアン。ペスカプリアンじゃない。魚は食べる人。魚で食べたのニラ。でも頭痛いからオイル塗るね。今日頭痛くない？今日頭激痛。あ、よかった。僕だけ朝起きれなかったんだよ。6時半ぐらいに行かうと頭が痛すぎる。ここがまだ通用してるもん。お手伝い
これが私と深見ちゃんはとっても気に入りで、これのブランドのお仕事がしたいって深見ちゃんにこの間言ったら、これはもっと高貴な人でやってるから無理だって、うん、無理だと大ちゃんチャンネル激安めですね。おいしいうるさい、ほんとにとってもおいしいだよちょっと食べたい？いらない。ちょっと食べたい？いらない。あ、ほんとにおいしいのに、この世で一番おいしいこのサララ、あー、もったいない。それは食べていいなんて一言も言ってないおいしい。400円のトマト、うん、ゴミじゃないのよ。ちょっといてくださいね。深見さんが食べ物のことを本当にいいのっていうような扱いをしてる。これいけてる、ほら。いけてる。あ、完璧でしょ、ほら、意外とすごい完璧。ありがとうございます。美味しそう、めっちゃ。いけてました。大ちゃんチャンネル。美味しいか。ちょうだい。さっきあんた食ってた。あー、美味しそう。さっきあんた食ってた。欲しがるな、本当に。何でも意外。締め取って早く集まってる。分かった。取れよ。お食事すごく美味しくいただきました。ごちそうさまでした。やめなさよなら。I pay. Yes, you pay. You pay.大ちゃんチャンネル。なんか今日めっちゃいい匂いする。何？いつもよ。違う。いつもそんな普通。今日何のコース？タムファーだ。いやいやな女。一ちゃん高いのつけてきた。やだ女。私も一応タムファーだ持ってますよ。三上さんがいい匂いしたこと一回もない。何のこと言うの？北藤子さん。美容雑誌の撮影みたいな格好してきましたね。ごきげんよう。じゃあ行くで。移動するよ。車やから。確かに。YouTube 撮ってる。何の真似？本当にこれは。何の真似？そんなことで私ランチ行こうと思ったらカメラついてた。座った瞬間オンだったわ。ねえ、これかわいい。これかわいい。これかわいい。ありがとう。これかわいくできたよね、本当に。めっちゃかわいい、これ。私もそう思うの。ちょっと私の YouTube には出さないで。いやいや、出して。ちゃんと映して。ちゃんと物撮りして。ちゃんとリンクも貼って、リンクも。そう、リンクも貼って。え、だって、三上さん、今日、深見ちゃんにギャラ払ってるんですか？誰に撮って、これ。いいお知らせです。いや、その引きが三上は嫌。入っちゃうから。いいじゃねえか。すごい三上お知らせ。井川遥香さんみたいな。しっかりランチの約束をして来てみたらもうランチが終わってるっていう奇跡呼んでくれてありがとね。でも来たらドスッピなのに YouTube だった。実際いつもドスッピ。わかる。ごきげんよう。さあ深見さん、今日のすごい綺麗に映るね、このカメラ。軽いんでしょ。ねえ、これと私のカメラ買わない？買えない。いいおしなよ。これ安いの18万、うち40万。買える。せいだくんが持つの。しかもせいだいくん、新大さんに怒られる。雄大くん、ここカットよ。せいだよね。これのさ、楽しかったね。正代さんが、せいだくんが持つの。しかもせいだいくん、せいだいくん。私のチャンネルとひろみふかみチャンネル の, あのなんか収益ってほぼ同じぐらいなんですね、うん、私たちの収益聞いたらさ、買ってる機器あの金額見るとさ赤字だよね。全然赤字、みんな赤字。みんな赤字なの。そう、私ホテル代で赤字。ユーチューブ撮りに行きます。ホテル泊まります。大赤字なのよ、これは趣味。そう、趣味、うん、楽しいもんだって。いつかなんかジジイとババアになった時にさ、こんなことやってたなって見返せるじゃん。日記の代わり。そう、あの頃は藤子さん友達だった、今は縁切った。いいほうも悪いほうもいろんなことある。そうそう、すごい殺されて離婚させられたんだけど。大ちゃんチャンネル。私はビーガンキャロットで。大ちゃんかわいそう、ダイエット中だから。そう、大ちゃん食べられないよ。食べられるのは食べたいけど。
じゃんけん。最初はグッ、じゃんけん。待って待って、勝ったと思ってたもん。負けだしたね、最初はグッ、じゃんけん。藤井さんも運動神経が多いから。グーチョキパーで。最初はグーチョキパー。最初グーチョキパー。うわー、めっちゃ面白い。大丈夫、すごい笑ってる。5000円のお越しさすま。やっぱりこれキャンセルしていい？いや、キャンセルしねえだろ。お願いします。鬼なの。今日全然お金払わなかった。デートでもないのにすっごい気分がいい。ありがとう。デートじゃないのでこんなに払わさせられて気分がすごく悪い。デートも大ちゃんが払ってくれたの。大ちゃんチャンネル。美味しいんだよ。この店でパンケーキ食べても。今一番美味しい時にこれを溶かさなきゃいけないの。あれね、あんた本当ぐちゃぐちゃにしてるじゃん。違うの、これしょうがないの、それは。あー、これ本当美味しいの。この瓶が出るまでやるから。これを、なんで帰ってくるの。いつ照り返しの藤子さんが光ってる。本当に怖い。美味しそう、食べて。ねえ、ちょっと一応だよ。いや、真似しないで、私。何の話よ。どうしよう、あそこに。すみません。いや、信じて。あれ、もしかして。違う。手口の。やめて。言わすと好きにではないかもしれない。これね、でも時代は変わったの。ないちゃん、ボディポジティブに生きていこう。私そう、ボディポジティブでしょ。I love myself。 そう、ただ少し隠してはいない。なんで後期の目で見られるから、お腹だけが。だって韓国出るときにここだけ大きいんですよね。そう。ボールのところを押してくださいって。そこは触れませんって言ったの。私も触れません。早くやってと思って。心のダメージすごいなと思って。はい、ということで今日の私たちのランチからのお茶 V がこれで終わります。じゃんじゃんチャンネル、せーの、ビーハッピー。元気出してもらって分かった。じゃんじゃんチャンネル、ビーハッピー。さよなら。さあ行くよ。